今回は全国のですね、医学部の医学科、しかも将来お医者さんになる方なんですけども、その人たちから応募してですね、被災地の医療機関、具体的には石巻赤十字病院さんと、あと気仙沼市立元吉病院さんに行ってもらって、実際に被災地がどうなっているか、あと被災地で医療がどうなっているかというのを見てもらおうということで始めた企画です。具体的にはですね、大学のホームページとか、あと医学生なんでメーリングリストがあるので、そのメーリングリストに載せたりとかですね、あとは過去に参加した学生さんから行ってよかったよというような形で紹介してもらっている方が結構いらっしゃいますね。多分この口コミで多く参加してくれてるっていうことが、多分この実習の成果っていうか、それを一番反映してるんじゃないのかなと自分で思うんですね。鹿児島大学の医学科6年生をしております力武純平と申します。行くとしたら学生のうちが一番行きやすいんだけどなって、ちょっと悶々としてた時期で、ちょうど6年生の夏休み時期で予定も空いていたので、もうこれはっていう形で、この2日間思い返してみると、やっぱり実際に見た建物とか、実際に見た瓦礫とか、実際に見たものが一番リアルにそのこと伝わってきたし、そのことで初めてちょっと実感持てた部分が大きかったので、なんか本当はもっと早い段階でみんな見てほしいなっていうような部分もあるし、自分ももしかしてもっと去年とか思い切って来て見てたら、今以上にもっとリアリティ持って感じることができたのかなと思ったりもしてます。何らかの形で大学とかに帰って持ち帰れて、そのこれに来ていない人たちに何とか伝えていきたいなと思いつつも、でもやっぱり自分が持って帰って自分が撮った写真とかビデオで伝えちゃうと、それはニュースを見てるのと同じになっちゃうんじゃないかなっていう不安というか、自信のなさというかも相まって、今それをどうしていこうかちょっと考えたりしてるような状態です。ですね、やっぱり実際に現場見ることによっての起こったことの深刻さかっていうのを強く意識したんではないかなと思いますし、あと今後自分たちがどう関わっていけばいいのかっていうことを、多分何か感じてくれてるんじゃないかなということは期待しています。